皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、フォアドライブが打てるサーブのやり方を解説します。短期間で成果を発揮しやすい内容になっています。フォアドライブが武器なんだけど、なかなかフォアドライブが打てる展開が来なくて悩んでいる方必見です。ぜひ最後までご覧ください。よし、技術の要望などのコメント、そしてですね、高評価ボタンを押していただけるとですね、非常に嬉しいです。はい、では一つ目ですね、フォアドライブがこう打ちやすいこうサーブのやり方なんですけども、一つ目おすすめが相手コートのバック深く、ここですね、相手コートバック深くに下回転をブチッと切るっていうサーブをやってください。これで、これをやるとバックに長く切ることによって次ツッツキがもう大体クロスに長く返ってきます。なのでそれを3球目でフォアでしっかり待ってドライブで強いスピンを出すことができます。バックですか、これこんな形です。バックですか、これこんな形です。これだとフォアで待ちやすいです。こういう感じでフォアドライブできます。これ私もすごく使ってます。こんな感じ、これはい、ありがとうございます。下回転を普通に出すだけだとどうなるかっていうと、普通に出すとこっちもあるんですよね。フォアも飛ばされちゃうので、両方で待たなくちゃいけないので、フォアハンドの威力が下がります。でクロスら辺に来るんで、それでドライブをぜひ使ってみてください。次、2つ目にフォアドライブがこう打ちやすいサーブのやり方なんですが、フォア前にナックルサーブを出しましょう。これを出すと次のレシーブがふわっと返ってくるので、それをフォアハンドで待って打つということができます。ちょっとやってみますね。うわ、こういう感じですね。やっぱりいろんなところに返ってはくるんですけど、ナックルサーブなのでそんなに強いスピンは相手はこうかけれないので、ドライブがめちゃくちゃ打ちやすい球がきます。はい、次なんです。次、3つ目にフォアドライブが打ちやすいサーブの方法なんですけど、相手のバック深くにナックルロングサーブを出すっていうことですね。ここにナックルロングを出すと、次返ってきた球がクロスに返ってくる率が非常に高いので、フォアハンドで待ってドライブ打てます。こういう形ですね、こういう形ですね、こういう形ですね。相手にこう軽く持ち上げさせたところが一番打ちやすいですよね。手頃な上回転をクロスでフォアで待ってガーンと打てるっていうので、非常にフォアハンドが行きやすい展開なのかなと思います。次、4つ目のフォアドライブが打ちやすいサーブのパターンですが、ハイトスでフォア前にナックルサーブを出すっていうことですね。これがめちゃくちゃ効きます。これなんでいいかと言いますと、やっぱこうハイトスってこうガッと上げて高く上げるじゃないですか。高く上げるからなんかすごそうに見えるんですよね。切れてそう、なんかすごそうに見えるから、相手も結構レシーブで身構えるんですけど、ハイトス来たって。でその時に逆にフォア前に回転をかけないで当てるだけで送ると、相手はですね、レシーブのこの待ちのタイミングもずれるし、普段のトスのタイミングが違うから打球点も送れるし、ふわっと返ってくることが多いんですよね。切れてるサーブだと思ってるから。やろうすごそうなサーブに見えて、フォア前にナックルだから、相手がこう気づかれ、相手に気づかれてもナックルだと思ってこう慎重に返してくれることが多いので、切れてないです球をふわっとやってくれると、はい次やろうドライブっていうのがめちゃくちゃ打ちやすい形になっています。こうフォアドライブが打ちやすいサーブ
なんですけども、これは結構もう中国選手の代名詞的なやり方です。でそれは何かっていうと、縦回転系のサーブを出す。要するに下回転とナックル系がベースになるんですけど、下回転が切れてるやつと切れてないやつがあるんですよね。でその変化をつけて相手のレシーブをふわっとさせて3球目ミドルにドンっていう感じ。じゃあいきます。よし、ちょっと浮いた。今ちょっとかかってないサーブでした。オッケー、これ今度は切れてます。さあこれ切れてない。よし、中国選手はですね、こうフォアドライブを3球目勝負どころで打つために、今の 下回転とナックルの変化で、サーブを出してやってます。まあ、この下回転は、まあ、皆さんいつも通りの下回転でよくて、でナックル出すときは少し足音を鳴らしたりすると切れてる切れてない差が分かりにくくなります。あとはラケットのスイングも最初から最後まで同じ下回転の出し方の振り方で切るやつと切れないやつをやると効きやすいです。ナックルだからちょっと前の方に目を向けるとバレちゃいますので、下回転の切る面と同じ面ですねでやってもらっていいかなと思います。じゃあやってみます。これ切れてない、やるよ、切れてる、やるよ、切れてる、切れてない。よし、はい、下ナックルの変化で3球目どんどん打ちやすい形になっています。フォアドライブがこう打ちやすいサーブの出し方なんですけど、バックサーブを出そうということで、このバックサーブなんですけども、出すときに相手のバック前かミドル前に短く出すってことがポイントです。でこれを出すと次この形フォアドライブがクロスに来やすくなります。でこの時にただただ横、ただですね、普通のバックサーブをやるとこっちにも来ますけど、こっちにもやってますが、こっちにもやられちゃうんですよね。ただ普通の横だとフォアにも飛ばされちゃうので、あ、意味ないじゃんって思うんですけど、この時にですね、バックサーブやる時に横上回転と横下回転ですね、主にこの2つをこう混ぜるようにサーブを出すと、レシーブする側がちょっとこう迷いながらふわってやるんです。そのふわってやったのがバッククロスに来やすいんですよね。だそれで3球目待ってフォアドライブで打てるっていう感じの、フォアがすごい上手い人がですね、この形で点数を取りまくっていました。じゃあちょっとやってみます。なので変化ちょっとバック側にこう、これ上、はい、だから上と下が分かりづらくすると、はい、こういう感じですね、はい、バック側にゴロ、はい、うん、やっぱバック側に行きますね。上と下を簡単に使い分ける方法は、親指をこう立てるようにすると上が入りやすくなります。親指を立てながらやると、これでやると上、親指を引っ込めるようにするとこれで下が、いわゆるつつきで返せました。ちょっとミドル前に出してもいいですか。これこっちらへん来ますね、安全に。上やっぱちょっと分かりづらく出すと、うん、やっぱこっち来ますね。うん、でそこでもう、ま、これで次これこの形ですね。逆にこっち来たらこっち返せないな。ちょっとフォアやってみますか。フォア前やってみますか。フォア前やったらどうだ。あ、でも確かにフォア前もこっち来るかも。行くな、うん、フォア前も自体です。こっちに返してみていい。はいはい、あー3つ、はい、あー、まあこれがちっちゃい、うん、そうですね。でもなのでやっぱ3点に短く出すの、そうだ、で上下を混ぜる、バックサーブから3球目がバックで打ちやすいという感じになります。ありがとうございます、シャバさん。はい、ということでぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。